こんにちは、練り絵研究第3弾、食いしぶりイエローを真似しようの回がやってまいりました。食いしぶりイエローを自作真似して作ってみたいと思います。食いしぶりイエローの、配合は裏面に、ピントが合ってるかな、内容量が書いてます。主要成分が小麦粉、アミエミ、水飴っていういろんなものがあるんですけれども、それを真似て食いしぶりイエローを自作したいと思います。材料はこちら、今画面に出てると思いますけど、この材料で作っていきます。それでは早速やっていきたいと思います。それでは小麦粉を 140g 入れていきます。じゃあこんな感じで入れていきます。はい、140g 入りました。続いて、爆寄せチヌの、修行材の元なんですけど、それを20g 入れていきます。これです。 20g 入れていきます。はい、これで 20g 入りました。続いて、白チヌ、これも、修行材、マヌキューさんの修行材ですけど、これをまた 20g 入れていきます。ちなみに今日作ってるのは量が作ってます。はい、20g 入りました。続けて今度は砂糖を5g入れていきます。続いて食用色素の、黄色ですね、これを入れていきます。はい、黄色は、添付されている小さじに5杯入れていきます。5杯入れていきます。はい、それで5杯入りました。はい、これで、粉物を全部したので、軽く混ぜていきます。最初に粉物を混ぜておくことで、後で練りを入れるときに色がきれいに出ていくので、これは粉物だけをしっかり混ぜていきます。続いて水飴ちゃんを、15g15g 入りました。で、続いて、水を入れていきます。水が、全体の、水も加味して 60g なので、水を 60g 入れていきます。はい、水 60g 入りましたら、今度はこれを、スプーンで混ぜていきます。水飴を水に溶くように混ぜていきます。
水飴がある程度混ざりましたら、実際に入れていきます。続いて網を、25g 入れていきたいと思います。ちょっと26になってますけど、まあ、1g は誤差範囲かなというところでこれを入れていきます。はい、入りました。続いて油ですね、植物油を、5g 入れていきます。はい、5g 入りました。はい、じゃあそれを、混ぜていきます。はい、混ぜていきます。僕の混ぜるシーンは、頑張って混ぜるので期待しておいてください。ベタベタしているそうです。しっかり混ぜていきます。もしばらくお待ちください。で、混ぜてる最中に、バニラエッセンスですね、これを、20回振りかけます。もう入れていきます。練り上がりました。こんな感じの綺麗な色になってまいりました。これが自作食いしぶりイエローです。少し柔らかめなので、すり刃の際に柔らかいなというふうに思った時は、この上からまた修正剤を振りかけて塗り直すと調子が良くなると思います。以上です。はい、完成しました。実際、食いしぶりマネーイエローの配合で、4色実際作ってみました。青、黄色、赤、緑という形で、これもまた実調報告をしていきたいと思います。本日作ってくれたのはりょうさんでした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。イエー。おはようございます。本日は下津井の片原に来ております。この場所自体はですね、来たことがあるんですが、ちょっと橋の方に来まして、灯台のすぐ近くというところで、かなり釣りづらそうです。なので、まあ頑張っていきたいんですけど、ちょっと坊主臭いような気がします。で、今日は一応ずっとやってる練り絵研究の第3弾の食いしぶりイエローもどきを使ってます。釣れるかどうか実調してみますので、ご期待ください。よろしくお願いします。以上、バイバーイ。スタート。俺は釣ってやるぞ、チヌを。イエイイエイ。それチヌやろ。おお、すげえすげえ。いきなり練り絵研究。おい、りょうくん、よく考えたらタモ作っとらんわ。それチヌじゃない？ゆっくり。すげえじゃん、お前いきなり釣ったじゃん。おっ、チルだチルだ。やったじゃん。タモどこ？あった。ちょっと待ってよ。やったじゃん。やった。いきなり食いしぶりもどきイエローが。ちょっとまだ巻かないで、そんなに。やった、あった。持って帰れてる。すげえ。
げえなお前。お前自分で投げて自分で釣ったな。よいしょー。やったぜー。エビ研究成功しましたー。やりましたー。僕が釣りましたご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらこちらこちら。チャンネル登録もお願いします。バイバーイ。